こんばんは、ジュリです。今日も YouTube をご覧になってくださってありがとうございます。この動画を見るとあなたも必ずモテるようになりますので、今日の内容も楽しみにしていてください。はい、ではモテる男性が使っている女性をドキドキさせる言葉、それっていうのはあなたが思う以上にすごくね、ロマンチストだったりするんですね。なので言葉だけで簡単にドキドキさせて、ときめかせて、あなたに振り向かせるってことができるんですよね。恥ずかしいとか言っている暇はありません。多くの男性が恥ずかしがってそのドキドキするような言葉を知っていたとしても、伝える、実際に女性に伝えることはしないんですね。ってことはですよ、あなたがその言葉を恥ずかしがらずに、恥ずかしがってもいいけどちゃんと女性に伝えるっていうことをすれば、必ず女性はときめきますので、ぜひ使っていただければと思います。ってことで、今回はモテる男性が使っている女性をドキドキさせる言葉5選という話をさせていただきたいと思います。この動画がいいなって思っていただいたら、チャンネル登録と高評価の方をお願いします。概要欄から LINE の友達を募集してます。こちらお友達になっていただいた方には3つのモテる動画を無料でプレゼントさせていただいてますので、ぜひぜひお友達になってください。はい、ではモテる男性が使っている女性をドキドキさせる言葉5選、まず1つ目、2つ目はですね、すごく会いたかったという言葉です。会いたかったって女性は言われると本当にキュンってきますね。例えばあなたと会った時にね、ああもうすごい会いたかったっていう風に言われたら、女性はドキッとするんですよ。でそのドキッとした気持ちがあなたへの恋心だと脳みそが勝手に勘違いをしてくれます。なので開口一番、会いたての時ですね、会ったばっかりの時に、ああもうすっごい会いたかったっていう言葉、ぜひ言ってあげてください。はい、そして2つ目、2つ目はやっぱ好きだわっていう言葉です。このしみじみ感が大事。やっぱすごい好きってこうね、うわーって出すんだって、好きだみたいな感じ、え、これ告白なのかな、どっちなんだろう、好きって言われたけどなんだろうみたいに思わせるのがポイントです。ね、ストレートに伝えることが本当に大事なので、ぜひ独り言のように好きだわって言ってみてあげてください。はい、そして3つ目、独り占めしたいって言葉です。何々ちゃん本当にすごい素敵だから、もっと独り占めしたいわみたいな感じで、この言葉もスラッということがポイントです。独り占めされたいんですよ女性は。大きな束縛はされたくないんですけど、でも僕のものみたいな感じで、あなたのものよみたいに女性もなりたいって思ってる女性がたくさんいるんですね。だから独り占めするわけがないんで、独り占めしたいってあなたの願望を言うだけなんで、それを言われた女性はもうキュンとしてドキドキして、あなたに好意を持っていきますので、ぜひ言ってあげてください。はい、そして4つ目、4つ目はですね、これからの未来のことを伝えてほしいんですけど、これからゆきちゃんといろんな思い出作っていきたいなみたいな感じです。要は女性っていうのは今からの未来、これからの未来もあなたと一緒にいるんだっていうことを想像するんですね。そして未来、今からの未来一緒にいてくれる人に対して、一緒にいてほしいと思ってくれる人に対して、女性は好意を持ったんですね。なのでこれからいろんな思い出作っていきたいっていうと、あ、私は昔くんといろんな思い出作っていけるかもしれないっていう、そういうすごいポジティブな妄想が働くんですよ。なのでぜひこれからいろんな思い出作っていきたいなっていう、あなたが本当にこう思ってるよっていう、ポロッと願望伝えちゃったよみたいな感じで言うといいと思います。はい、そして5つ目、5つ目はですね、これも4番目に似てるんですけれども、ずっと一緒にいたいっていうことです。女性っていうのは常に不安を抱えてる生き物なんですね。だからこそこれから先がとっても心配なんですよ。でもあなたがこれからずっとね、ずっと一緒にいたいってことは、私のことをずっと見ていてくれてるんだっていうふうに女性は思うんですね。そしてずっと一緒にいてくれる安心感を与えてくれる、そんなあなたにドキドキキュンキュンして、そしてあなたに好意を持つっていうね、
つ目は、お好きだわです。そして三つ目、独り占めしたいです。そして四つ目、これからいろんな思いで作っていきたいなです。そして五つ目、ずっと一緒にいたいっていう言葉。本当にね、これもさらっと言うのがすごく大事。ね、アピールするのではなくて、しみじみ、もう心の声で、私が学んだことなんですけれども、なんか音ってあるじゃないですか。周波数とか聞いたことある人もいると思うんですけど、なんとかヘルツとかね。で、432ヘルツがすごくリラックス効果がある音の周波数らしいですよ。で、この432とか結構ね、YouTube で432ヘルツとかやると、結構癒しの音楽が流れる。曲をかけるとかしてみるといいんじゃないかなと思います。で、それの感想とかやってみたよとか、なるほどとか、なんかコメントいただけたら嬉しいです。はい。ではですね、概要欄から LINE の友達とメッセンジャーの友達、そして無料のオンラインサロン、クラブハウスの友達を募集してます。たまに私がライブ配信やったりですとか、あと公では言えないね、ご案内だったりとかも、送らせていただいてますので、よかったらお友達になってください。はい。では今日も一日